夢ラジオ第198回。今日は平成29年2月9日木曜日、時刻は午後9時です。横浜港北は夜雨も上がりました。198回目の夢ラジオ、今回は新古典派経済学の一人、アーサー・セシル・ピグー取り上げます。ピグーさん、ちょっと変わった名前ですね。イギリスの人です。でまあ、新古典派経済学の一人というからには19世紀末から20世紀にかけて、以前この夢ラジオでもご紹介したアルフレッド・マーシャル、このマーシャルが新古典派経済学の、指導者なんですが、弟子ですね、彼の教え子でした。で有名どころで言うと、マーシャルの教え子ケインズという人いますが、そのケインズと今回のピグー、この二人が双璧です。ケインズより1歳年上でした。やっぱりよくできた人で、学生時代から嘱望され、そしてケンブリッジ大学の教授。ケインズが紆余曲折を経て教授になっていったのに対し、あるいはその教授じゃない時はいろんな政府の仕事をやってたのに対し、ピグーはもうずっと学級生活、ケンブリッジの教授35年もやってました。マーシャルの回でもお話ししましたが、その先生のマーシャルですね、ロンドンの貧民街によく足を運んで、学生にも学生もそこに連れて行って、おいお前ら見とけと、貧困とはこれだと、これをなんとか解決するのが君らの役割なんだ、経済学はそのためにあるんだ。マーシャルはよく冷静な頭脳と温かな心を持って、いい言葉ですね、経済学者たるもの、冷静な頭脳と温かな心を持って、その薫陶を受けたわけです。教え子たちは今回のピグーもそうで、ですから経済学の基本はね、道具ですよ、よくこう言ってました。道具ですよ、あるいは召使いですよ。倫理学とか哲学をやっぱり、道徳と言ってもいいでしょう、道徳とか倫理とか哲学とか、これらがやっぱり価値あるもので、ただしその価値あるもの、哲学や倫理やその道徳が説く価値あるものをこの世で実践するためには、どうしても経済学という道具がいりますから、それを頑張りましょう、そんな姿勢ですね。だからピグーは著作でよくそのように繰り返しています。経済学は道具ですよと。だから自分もね、ケンブリッジの先生になってからは、自分の先生だったマーシャルにそうしてもらったように、
今度はやっぱり自分の学生たちにも、お前らと貧民街見てこいとよく言っていたそうです。このイギリス経済学に脈々と流れる共感の原理、他者の痛みに寄り添おうとする心、他者の苦しみを少しでも減らしたいという姿勢、これこそやはり学問の出発点、そう思わざるを得ません。ピグーなんですが、補助金と課税、ものすごく分かりやすく言うとこの2つで有名ですね。補助金と課税。あ、その前に外部雇用ということをお話しましょう。エクスターナルエフェクトです。外部雇用、何の外部なんですか？マーケットですよ。思えば、まあ新古典派経済学っていうのはマーケットの話ばっかりしていて、そこでの均衡価格、これがテーマなんですが、まあピグーの独自性といえばここでしょうね。ピグーのオリジナリティ、外部雇用着目したこと、マーケットの外側の雇用、まあ効果と言ってもいいです。例えば製鉄所があるとしてね、その製鉄所がある場合、やっぱ地元の人にまあ好かれる企業になりましょうと、まあ、当時あんまりこんなことなかったんですが、好かれる企業になりましょうと言って、まあ工場の正門から伸びる道、外にね、工場の正門から外に伸びる道、並木道にしました、緑植えました、その緑が鮮やかなねものになりました。これはマーケットと関係ありませんね、直接は。こういうのを外部雇用がプラスである、こう言います。マーケットに直接関係ないんだけどプラスなんだと。一方、さっきのは稀な例というか、まあほとんど空想の例で、実際はこんな感じ。つまり製鉄所がありました、はい、もくもく煙を出しました、有害なものも出しました。このこと自体はその製鉄所の売り上げと関係ないです。その製鉄所の鉄がどう売れるかと、この煙がねもくもくするのは関係ないけど、じゃあ害がないかというとありますね。これを外部雇用がネガティブである、外部雇用が負である、うん、でこの外部雇用も考える経済学であろうよ、いいこと言いますね。この外部雇用、つまりマーケットの外にあるけれど無視していいんかい、よくないでしょ。ではその外部雇用がポジティブですね、正である場合、それは補助金を出しましょう。お、緑でも植えるんですか、あ、いいですね。じゃ補助金を政府が出しましょう。マーケットの外部にある以上、政府がどうしても出てこざるを得ないんですね。日本の政府がね、環境を汚さないエコカーに補助金出します。これですよ。環境を汚さないエコカーに補助金を出して、その車がもっと売れるようにします。で補助金出したってことは、その車を低価格で売れるということです。企業も儲かります。ピグーの言う補助金、あるいは煙突から出す煙、これで害が出たと、マーケットとは関係ないけどこれを無視してよいのかと。日本でもちょうどこの頃、足尾銅山の
孤独問題がありました。会社側はこのような時動かないんです。利益と関係ないからですよ。あるいは不都合になるに決まってるからです。そのような時も政府の出番。課税しろと、汚した分課税しろと。そうすると課税されれば企業はその汚染物質を出すことをためらい、そして出さないようにする工夫を始めますね。ですから、そんな作業、そんなね、工場の操業はそもそもやめろ。これではないんですよ。これは非現実的です。そこでの雇用ももう発生してるんです。鉄を作りながら、まあ何でもいいんですけど、工場の中身は。作りながら、できるだけその企業に、ね、その経済主体に、外部、市場外部でのネガティブな行動を取らせないようにする課税ですよ。税をかけられるなら嫌でも、やっぱり今の例で言うと CO2 を出すんだったら課税するぞと、まあ、分かりやすいですね。この、まあ、補助金と課税なんですけど、ではいついくらぐらいの補助金を出すべきか、そしていついくらぐらいの課税をすべきかを、以前マーシャルの回で紹介した総余剰、トータルサープラスですね、その総余剰と均衡価格、この総余剰と均衡価格の関係で計算しながら課税率とか補助金率とかをピグは弾き出すわけです。まあ、その詳しい計算は置いておくにしても、今につながる考え方、ここから福利厚生の厚生、福利厚生の厚生、つまり厚生経済学が誕生します。厚生経済学、 Welfare Economics、ピグからです。だからその意味においてはすごい人なんですね、ピグーさん。ところがケインズばかり、まあ有名で、このピグーですね、今一つ知られないのは、しかも厚生経済学という今に続く考え方の提唱者なのになぜか知られないのは、ケインズとの間で論争があったからなんですね。これもまあ分かりやすい形でお話しすると、需要と供給、需要と供給、古典派経済学、100年前の古典派経済学においては、需要と供給は社会全体で見たらバランスしますっていう考え方ですから、社会のどこかで、ね、社会のどこかで供給が余っちゃったとしても、供給が余る、つまり売れないってこと、あるいは失業ってこと、でも社会のどこかでは需要が必ずその分発生していますから、時間が経てば均衡しますと、つまり労働者はすっとそっち行けると、失業してもね。まあ、その古典派経済学のこの需要と供給の考え方をざっくり言うと、失業者は存在しない、需要と供給は社会全体では一致するんだと。で、今回のピグーさんも、まあ、その考え方を取ってるんです、20世紀の初頭にね。ところがケインズ、このケインズの回でもお話しいたしましたが、いやいやと、供給量が増えすぎて、そして需要が少なすぎて、供給量がもう社会のあっちこっちで余る、そういう状態が出るよ、物が売れない、失業者があちこちに、
デフレーションですね、これが起きるよと。時間が経っても解消されはしないよ、ほっといて。だからそのケインズはね、有効需要という考えを持ち出して、エフェクティブデマンドでした。もう政府が率先して需要を作れと、ないなら政府がどっからでもいいから何かを作れと。極端なこと言ったら穴掘って埋めるだけでもいいと、それをやれと。そして雇用を創出しろ、需要をしろと。需要と供給はほっといたら一致したりしないし、失業者は時間が経てばゼロになったりもしない。まあ20世紀の状況を見ればケインズの方が正しかったでしょう。そして政府の有効需要、今日本でもテーマになっています。財政出動ですね。アメリカでも大幅にあるようですよ、日本でも。つまり未だケインズ生きている。まあそんな時、そのまさにその需要と供給の点をめぐってケインズと真っ向から対立したピグー、まあ、ちょっと分が悪いわけですね。ただしです、そのピグーが古典派経済学の側に立って、需要と供給が一致するんだと、失業者はね、理論的にはゼロなんだみたいな、その点で今同意できなくても、さっきの公正の部分ですよ、ウェルフェア、それを経済学に持ち込んだ、これは素晴らしいことですから、ピグー何もケインズとの関係だけで論じる必要はありません。公正経済学というそれまでになかった概念、これを出した、こここそピグーのオリジナリティ。しかもそれは今21世紀2017年の目で見ても重要なことです。マーシャル先生から、貧しい者のためにこそ君たちの学問はある、そう聞かされ続けたピグー、彼がウェルフェア、公正、福祉、これを言い出して自分の経済学に取り入れていったことは当然の成り行きでしょう。またピグーはよくね、経済学者っていうのは貧しいものから託された人たちなんですよ、仕事を。貧しいものからね、頼みますよと仕事を託された人、 Trustee for the poor、 いい言葉ですね、 Trustee for the poor、 貧しきものからの受託者である、よくこう言っていました。だからこそ公正経済学、ケインズの陰に隠れて、なんとなくケインズとの論争に負けちゃった人みたいな、いやいや、その公正経済学は今も日本で、あるいは世界の各地で、特に先進国ではね、脈々と受け継がれています。ピグー、そのピグーに今一度光を当てること、それは決して無駄なことではありません。198回目の夢ラジオ、今回はピグーの公正経済学取り上げました。ご視聴ありがとうございました。